相葉バマ松本純モデルズ番組は全曲全番組1位の超高コア視聴率嵐活動再開不可で過去切り売り凄さとジレンマこのところ過去に嵐の看番組で人気を博したコーナーの復活が続いている6月24日放送の特番ザ・ The、BET 富士テレビ系では嵐の看番組 VS 嵐富士テレビ系の人気企画 ローリングコインタワーが復活。6月29日には同じく VS 嵐の企画、ババ嵐から発展した、ババ抜き最弱王決定戦2024課が富士の土曜プレミアム枠の特番で放送。夏ドラマ俳優を中心に豪華出演者が集結したこと、そして相、相葉まさき41と松本潤、四十の共演もあり、大いに注目を集めた。 さらにスノーマンの勘バラエティ番組、それスノーマンにやらせてください。TBS 系では、6月28日と7月5日の2週連続で同局の、秘密の嵐ちゃん。の人気企画、マネキン5とランキングダービーを放送。前者は桜井翔、42、後者は二宮和也41がゲスト出演し、スノーマンと勝負をする。 嵐の大人げ番組の人気企画ですからね、やはり見たい視聴者は多かったはずです。そして、やはり結果は良かった。特に、ババ抜き最弱王は今、テレビ界が最重要視している13から49歳のコア視聴率が6.4%というとんでもない高数字を残しました。これは六月四週、十四から三十日、放送の全曲の全番組で一。位。 ちなみに、2位は、毎回コア視聴率が高いことで知られる大人げバラエティ番組、世界の果てまで1.9。日本テレビ系30日放送で5.7%でしたね。超高視聴率の要因は、企画の面白さ、出演者の豪華さもある生がやはり、相葉さんと松本さんの共演が大きかったのではないでしょうか。改めて、嵐の存在感。 影響力の凄さを見せつけたと言えそうです。制作会社関係者。相葉と松本は、嵐の中でも高身長でスタイルが良いことから、ファンの間でモデルズと評されているコンビ。ババ抜き最弱王では、冒頭から相葉が、久しぶりじゃない。元気、と松本に抱きつき、松本が元気よ。久々、2年半ぶりのフジテレビで緊張してます。 とにっこり返す姿を見せて、ファンを喜ばせた。嵐は2020年末から活動休止に入りましたが、芸能活動から完全に離れているリーダー大野さとしさん、43、が孤立した感じにならないように、4人は原則として一度に2人までしか共演しないように配慮しているといいます。結果的にメンバー共演にプレミア感が出て、高視聴率にもつながっている感じもあります。 VS 嵐終了後も名を変えて特番化していたババ抜き最弱王はともかくソレスノと嵐ちゃんのコラボやザビー・テ t のローリング・コインタワーには複雑な感情を示すファンも多いですね。全土ソレスノと嵐ちゃんの2週連続コラボには週替わりで桜井と二宮が出演はしているが 嵐5人が揃っていないのに企画だけ復活と大々的に告知していることに違和感を覚えるファンが多いのだ。6月24日放送のザ・ BET のローリングコインタワーに至っては冒頭で相葉がタイトルコールをした以外嵐は関わっていない。嵐の番組の企画がリバイバルされるのは嬉しいことだってわかってるけどそこに嵐の人たちが誰もいないのだけは どうしてももやってしまう。昨日のソレスのも面白かったけど TBS ずるいなって思いながら見てた。面白いに決まってるものを元々やってた人たちがもうできないから今人気のスノーマンに同じ企画やらせるって。など様々な意見が寄せられている。グループの活動休止後も嵐のメンバーはソロタレントとして稼働していて。 芸能活動休止中の大野さん以外は、引っ張りだこ。今回、ババ抜き最弱王に参加した松本さんは舞台、正三角関係、7月11日から11月2日が控えていて、番組内では、その告知も行われていました。桜井さんが、ソレスノに出演したのも、同局で放送が始まった水川あささん、40主演の連続ドラマ、笑う 金曜夜10時からにメインキャストで出演しているから。水川さんも28日放送のソレスノに出演していましたからね。前室の制作会社関係者。7月5日のソレスノに出演する二宮も、その2日後の7日スタートの主演連続ドラマ、ブラックペアンシーズン2が控えている。ドラマ以外でも、相葉は7月3日放送の FNS 歌謡祭夏、 フジテレビ系の総合司会の仕事もある。局としてもドラマや特番を盛り上げるために告知はしたい。そして、嵐のメンバーが出演できたり関われるのなら、かつての人気企画を利用した方が盛り上がりますよね。しかし、嵐は一向に活動再開する気配がないため、結果的に他のバラエティ番組で企画だけ流用する、もっと言えば、 過去の栄光を切り売りするような形になってしまう。それで、長く応援してくれているファンは複雑な思いを抱き、SNS に不満の声が寄せられることになると、嵐メンバーたちにもファンの複雑な思いは届いているでしょう。5人で揃って企画を行えないことに、メンバーもジレンマを感じているかもしれませんね。全土嵐のメンバーが全員揃って、 かつての人気企画に挑戦する日は訪れるだろうか。松本と相葉二人の再会に、モデルズ楽しみてれてる感じがいいね。やっぱり、嵐はいいな。五人でやってほしいといった声が多く寄せられている。